ブンハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は電動工具でおなじみのマキタの方から新しい充電式クリーナーが発表されましたのでご紹介したいと思います。今回発表されました充電式クリーナーはこちら CL002G というモデルになります。この製品は最近マキタがラインナップを拡充しています 40VMAX シリーズのリチウムイオン電池を使用するモデルになります。これまでマキタが販売してきたリチウムイオン電池のラインナップとしては 10.8V、14.4V、そして 18V というものがあり、基本的には 18V が最もパワフルな製品に使われるということでしたが、最近ではこの 40VMAX シリーズが登場したことによって、工具関係もこの 40VMAX のリチウムイオン電池を使うものが最上位機種という位置づけになっています。今回はこの最もスペックの高いバッテリー 40VMAX シリーズのリチウムイオン電池を使う充電式クリーナーが発表となっています。実はもうすでにこの 40VMAX シリーズを搭載したモデルとして CL001G というモデルも用意されていましたが、こちらの 001G につきましては紙パック式ではなく、ゴミを本体のカプセルに収納するタイプになっていました。ですのでベース部分としましては両方とも同じ筐体を使用しますので、最新モデルの特徴である低騒音、65dB に音を抑えるなどの構造が取り入れられており、ハンディ式クリーナーの欠点でもありますうるささというのが低減されています。それでいて今回は紙パック式となっていますので、ゴミが紙パックの中に溜まりますので内部の清掃も必要ないようになっています。あとは先端部分の構造が見直されており、滑らかに動くように見直されています。ただ、引き続きダイソンの掃除機のようなモーターヘッドではありませんので、細かいゴミをかき集めるような使い方というのはできないものの、その分先端部分の構造がシンプルで、汚れたらすぐに拭き取ればきれいになりますので、これはこれでよくできたヘッドになっています。そして、あらかじめどのモードで使うかというのを設定しておくことができ、設定した後で起動ボタンを押しますと最初からそのモードで起動します。いちいち弱から順番に強度を上げていくという必要もなく、一度設定しましたらその機能は保存されますので、次から使い続ける時もまた同じモードで起動するようになります。そしてこの部分がこれまで販売されていた CL001G と大きな違い。 CL001G はカプセル式となっていて、どうしても本体の中は汚れてしまうという欠点がありましたが、今回の最新モデル CL002G というのは紙パック式になっていますので、すべてゴミはこの紙パックの中に集まりますので、ゴミがいっぱいになれば紙パックを捨てればいいだけですし、中は汚れにくく、メンテナンス性もとても高いモデルになっています。ただし紙パックにしたことによってもちろん欠点もあり、それは何かと言いますと、まず一つは集められるゴミの容量が減ってしまうというところにあります。従来のカプセル式の場合は集められるゴミの容量としては 730ml でしたが、紙パック式、こちらには 500ml と書かれているんですが、これは交換用の紙パックではなくて布製のダストバッグを使った場合の容量で、実際に紙パックを使った場合の容量はこちら 330ml となってしまいます。ですので集められるゴミの容量が半分以下になってしまいますので、この点一つ注意が必要です。そしてもう一つは、当然紙パックですので交換が必要で紙パック代がかかるということで、ランニングコストがややかかってしまうという欠点もあります。とはいえこのマキタの掃除機の紙パックというのはそこまで高くありませんので、ゴミを簡単に捨てられ内部の清掃も必要ないという便利さを考えますと、そこまでランニングコストを気にしなくていいように思います。
そして今回のモデルは 40VMAX シリーズという新しいリチウム電池を使っていることによって、どれぐらいの時間使い続けることができるか気になる方多いかと思いますので、連続使用時間につきましてもご紹介しますと、まずは最も強いモード、パワフルで使った場合は約16分、強で使った場合は25分、標準が40分、エコが1時間20分となっています。実はマサルの家にもマキタの掃除機ありますが、普通にフローリングの掃除をするだけであれば標準でも十分吸いますので、この標準の時間連続約40分というのが一つの目安になるかと思います。広い家の方の場合は40分でも足りないという場合あるかもしれませんが、基本的には40分あれば2、3日は連続で使い続けることができる容量となっています。本体の重さにつきましても比較的軽量で 1.7 キロということですので、どんな方でも使いやすいものになっています。そして今回マキタからは販売価格についても発表がありました。こちらが今回のラインナップで、基本的にはどれも同じなんですが、セットモデルによって価格は若干変わります。まずはフルセット、バッテリーも充電器も付いているモデル。こちらが 53,300 円となります。一方で、もうすでにバッテリーも充電器も持っているという方は、本体だけ、その他の付属品は別売のモデル。CL002GZC というモデルが本体のみで販売されるモデルになります。こちらの価格は 23,400 円となっています。ちなみに今ご紹介したのはサイクロンアタッチメントといって、このように紙パックにゴミを行く前に一旦こちらに集める、こちらのパックが付いたモデルになります。これによって紙パックにゴミを集めることなく、一旦こちらの方にゴミが溜まりますので、こちらで簡単にゴミを捨てることのできるというアタッチメントが付いたモデルになります。ただもうこの写真を見るとなんとなく想像がつく通り、これがあると狭い位置の掃除もやりにくいというところがありますので、個人的にはこのアタッチメントあまりおすすめはできません。基本的にはこのようなスリムな使い方をするのが一番ベストですので、基本的にはこの下の2つ CL002GRD、CL002GZ、このどちらかのラインナップを買われた方がいいかと思います。型番の最後に GRD と付く方がフルセット、バッテリーも充電器も付いたモデルで、こちらは5万300円、そして本体のみのモデルがこちらの型番の最後が GZ と付くモデルで、こちらは2万400円となります。ですので、バッテリーも充電器も持っているという方であれば、このモデル最新機種ではありますが、約2万円で購入できるお得なモデルとなります。ただし、基本的な使い方、ただ掃除をするだけならば、あえてこの最新モデルを買わなくても、以前から販売されているモデル、例えば、パワフルな 18V 対応のマキタの人気の掃除機 CL282 というモデル、そちらも紙パック式となっていて Amazon にでも人気で、そこまで最新モデルにこだわる必要がないならば、実はそちらの方がおすすめです。今ならばマキタの 18V のハイスペックなバッテリー対応モデル、それでいて紙パックに対応した CL282 というモデルがAmazon では約1万3000円で販売されています。ですので、あえて最新機種にこだわらなくても普通に使う分には原稿機種を買った方がお得でいいかと思います。そして何といっても原稿機種の魅力としましては、この 40VMAX のバッテリーとは違い、比較的手頃な価格で交換用のバッテリーも手に入りますので、バッテリー1個だけでは足りないという方にとっても、あえて最新モデルではなくバッテリーの安い原稿機種を買った方がお得と言えます。とりあえず今回は最新機種のご紹介ということで、原稿機種の詳しいスペックなどはご紹介しませんが、参考までに
概要欄の方に公式の販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。